こんにちは、安旅です。嘉手納基地に近いというよりは、嘉手納基地第2ゲートの徒歩圏内にある沖縄で初めてのタコスの店、チャーリータコスでランチをいただき、基地見学のメイン会場に移動を開始します。目的地は道の駅嘉手納。那覇にユイレールが開通した2003年、嘉手納基地の北側に作られたこの道の駅嘉手納。道の駅なのですから、まずは道路利用者のための休憩施設なのですが、道の駅嘉手納は大変特別な場所に作られました。嘉手納基地の北、県道74号沿いには安保の見える丘、あるいはサンパウロの丘と呼ばれる場所があり、フェンスを挟んで嘉手納基地や滑走路を見ることができる場所として知られていました。そんな場所に2003年にできた道の駅嘉手納ですが、なんと嘉手納基地を見渡す展望デッキを併設したのです。それまで屋根も空調もトイレもなかった地味な基地見学スポットに、大型駐車場やエアコン、トイレ、自販機、レストランまである大規模施設ができ、基地や離発着する飛行機の様子を一日中でも眺められる場所になりました。私も過去何度かここに来ていますが、中には今回は5日間通う予定ですなどという方もいるほど、平和学習の修学旅行生から航空機ウォッチャーまで、いろいろな人たちが集まる場所になりました。まあ間違いなくこんな施設は日本に他にはありません。沖縄に来てここを見逃すのはかなりもったいない気がします。県道74号線を西に走り、左には嘉手納基地、上には滑走路の誘導灯、3700メートルクラスの 23RA の誘導灯です。ちなみに嘉手納飛行場はかつてはスペースシャトルの緊急離着陸地にも指定されており、天候事情などで那覇空港に着陸できない日本の民間旅客機がここ嘉手納飛行場に着陸することもあります。この目的地以外の場所に着陸することをダイバードと言い、米軍機も那覇空港にダイバードすることもあるので、その辺はお互い様なのですが、嘉手納にダイバードした旅客機の乗客は飛行機から一歩も出ることなく数時間を過ごすことになります。貴重な経験ではありそうですが、あまり歓迎したい事態ではありません。確かに軍の基地だし、現実的には半分アメリカ扱いなのでしょうけれど、せめて送迎バスくらい使わせてもいいんじゃないのと思わないでもありません。2010年、嘉手納ラプコンと呼ばれる沖縄周辺の航空管制が日本に返却されましたが、嘉手納に離発着する航空機との事故を避けるため、那覇空港を離陸した航空機は、離陸50キロメートルは300メートルの高度制限を受けています。さあ、嘉手納町屋良に到着しました。左が安保の見える丘、そして右が道の駅嘉手納です。道の駅嘉手納は4階建て、1階と2階には案内所と売店、フードコート、レストランがあり、3階に学習資料室、そして4階に展望所があります。売店には海ぶどうから戦闘機の写真、米軍認識票、ネイビーのロゴ入りシャツも売られていました。2022年10月には豊見城町の1000円ステーキも出店し、1000円で 160g のステーキのほか、ご飯やスープ、キムチなどが食べ放題です。上に参ります。ドアが閉まります。学習資料室も4月にリニューアルオープンしたようです。まだ戦闘機の離着陸音が聞こえないので、先に見学しておきましょう。以前は展示室の中央に嘉手納町と基地のジオラマがあったのですが、リニューアルに伴って撤去されたようです。展示内容は嘉手納町の文化や歴史、そして基地を抱える町の現実。実は道の駅には道路利用者のサポートと、もう一つ地域の振興に寄与という目的があり、道の駅嘉手納は嘉手納町屋良東部地区地域振興施設となっています。嘉手納町のこのエリアの地域振興施設として、基地を見渡す展望所や町を紹介する学習資料室はとても適切でふさわしいものでしょう。新しくなったパネル展示ではビデオや漫画による解説もあり、たくさんの人に知ってもらいたいという気持ちが伝わってきます。
入場無料なのも嬉しいですね。学習資料室を見学した後は、ここも2022年4月にリニューアルされた4階の展望所に向かいます。嘉手納基地を見渡す展望所は、リニューアルというよりは拡張されたという方が適切で、かつては県道74号線から20メートルほど離れたこのフロアだけが展望所だったのですが、県道沿いに大きな展望所を増設、より近くから嘉手納基地を見ることができるようになりました。前回の訪問時は工事用の足場で、ここからの見通しも悪かった記憶があります。何はともあれ、新しい展望所に行ってみましょう。新展望所は旧展望所とほぼ同規模の広さ、嘉手納基地に飛来する航空機の解説パネルも設置されています。フェンスの手前には畑があり、安保の見える丘はその少し左側。パネルには嘉手納基地と飛来する主な24機種について簡単な解説がありますが、そんな中、訪問者が一番見たがり、地元で一番迷惑なのが F-35 などのジェット戦闘機でしょう。正直私も日常生活では絶対に見聞きすることのないジェット戦闘機の離着陸を見たくてここに来ています。身勝手なのは自覚していますが、ジェット戦闘機の騒音をなんとかできないかという気持ちと、その騒音を体験したいという気持ちは両立します。ちなみに、リニューアル直前のまだ足場があった道の駅嘉手納からの様子がこちら。平日なのにそこそこの見学者がいます。多くは修学旅行の高校生のようでした。足場の隙間から嘉手納基地とその滑走路を眺めます。私には形式は分かりませんが、ジェット戦闘機が4機、滑走路へ移動しています。離陸を見ることができるのかな？見えました。大変な迫力、そして騒音です。たまたま2014年の動画もあったので、ついでに紹介しておきます。録画機材や環境のためなのか、機種の違いなのか、こちらの方がひどい騒音に聞こえます。
そしてこれが今回の様子です。見渡しの良い新しい展望デッキから4機編成の離着陸の様子をたっぷり見ることができたので、動画もたっぷりご覧ください。ちなみに離発着の動画は6分少し続きます。Oh, my God.
ジェット戦闘機に興味のない皆さん、ごめんなさい。私はこういう社会科見学が好きで、ここでなら8時間は過ごすことができます。ジェット戦闘機の訓練は基本平日に行われますが、それを狙って今回の沖縄旅行では平日に3回来たことも告白しておきます。だって良くも悪くもこんなものが目の前で見られる場所は世界中探してもそう多くないのですから。2024年3月からは週1、2回のペースで動画をアップしています。ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。